山本淳之介2月24日体は、日本の現代音楽の作曲家。千葉大学教授。父は作曲家で指揮者の山本直澄、母は作曲家の山本正美。弟は、チェロ奏者の山本雄之介。祖父は作曲家、指揮者であり音楽教育者の山本直忠。曾祖父は、バイオリニストの大橋淳二郎という音楽一家に、生まれる。幼少より、祖父。 なおただに、ピアノ、作曲の手ほどきを受ける。また、杉山園子に、マリンバの指導を受ける。その後、作曲を、長谷川義夫、北村明、小林秀夫、松村慶造、ディーター・シュネーベルに指示、ピアノを、伊達淳、山崎富樹に指示する。1977年、東京芸術大学音楽学部作曲家入学。 大学入学の18歳から12年間、父、直澄の助手として、社府、作、編曲、マニピュレーターなどをこなしつつ、自己の音楽の確立を目指して、還元楽作品の作曲を続けた。1984年3月、東京芸術大学大学院音楽研究科修士、家庭作曲専攻終了。1990年、日本音楽コンクール作曲部門入選。 1991年、朝日新聞、テレビ朝日主催、シルクロード還元楽国際コンクール優秀賞。1992年、カルラ黎明の響きで、芥川作曲賞入選。1995年、文化庁海外派遣特別研修員として届く。ベルリンで、ディーター・シュネーベル、フランクフルトでアンサンブルモデルンの元短期研修、ダルムシュタットにて、 ステファニディス・デモス・テネスと共同研究を行う。1997年、日中国交正常化25周年記念曲、ラン鏡、螺旋系の音楽音響12の時空による四次元の音像体。1999年、ゲーテ生誕250年記念移植作品を発表。上野学園短期大学、直美学園短期大学、 東京芸術大学作曲家非常勤講師を歴任。現在、千葉大学教授、放送大学客員教授、2019年10月より、連合大学院教授。公益財団法人千葉公共楽団理事、日本作曲家協議会理事、アップサラス副会長、日露音楽家協会運営委員、音ンエマキ代表、日本現代音楽協会会員。 1999年より NHK 全国学校音楽コンクール審査員。音楽は、数高内のり、山本淳之介は、伝統的な西洋音楽の延長線に立った、日本人としての現代音楽を作曲している。西洋の音楽に深く系統する一方で、その音楽が変容し、オリエント的な時間感覚や、持続性による楽曲構造、旋律線が示される一方、 日本人のアイデンティティの探求と、その精神的持続がもう一方の柱として、現代音楽作品を顔にする。いずれの作品も変容する西洋の古法、東洋の精神性を伴った、ユーラシア的な大きい尺度を持った楽僧の展開が特徴である。トナール、アトナールといった区別の領域はなく、調整は無調に包括されているといった特殊な音楽観も、 個性的な作品を生む源泉である。すべての表現方法は美のために使い尽くされるべきだとの信念が個々の楽曲を支えている。作曲は音楽による時間の凝縮への挑戦と捉えている。これらはすべて本人、または本人の関係者の弁であり、実際の作曲技法は日本の先方次第からの展開を良しとする立場がベースとなっている。デビュー時は アジア色は気迫であったものの近年の作品では先方性がさらに推進されより多くの聴衆に訴える様式へ帰結している太陽のプロミネンスから着想された中国の琵琶を独奏楽器にした還元楽曲公演では中国の伝統楽器を還元楽と融合させている音勢の弱いこの伝統楽器を巧みな還元楽の技法技術で 競争的作品に仕上げている。北権殿公共局、公共局第3番、50等といった還元楽作品は、東洋、ユーラシアや一部オリエントの楽奏を自らに、取り込み現代の音楽として昇華し具現している。2004年、ベルリンフィルハーモニー還元楽団のメンバーからなる、クラングフォルムベルリンによって演奏された、山本淳之助古典2004東京では、20年、 以上の歳月に積み重ねられた室内楽作品を発表した。ピアノのための絶対音楽、独創チェロのためのカレグラフィー2はそれぞれ個性豊かで独創性を強く重視した作品。両曲とも作品の規模は大きく、東洋の精神的持続に立脚した西洋音楽の技法によるユーラシア的で主の強い作品である。アンサンブルの作品、碑文はギリシャ人の詩人、 ジョージ・セフェリスの詩をテキストにした、無調と調整の狭間を浮遊し、その融合を目指した。ヨーロッパとアジアの境界に位置するギリシャと極東の日本、両国の文化芸術には、共に西洋と東洋の重層性から生まれた独自性が息づいている。西洋文化発祥の地であるギリシャは4世紀近くに渡り、オスマン帝国の支配を受け、19世紀前半に、 独立し再び西洋の文化を授容した。日本には史上幾度か外来の音楽が流入し、特に19世紀後半以降は在来の音楽との接触から常に独特の音楽状況が生み出されてきた。ギリシャと日本、アジアの起点と終点に位置する両国の芸術のコラボレーションである。父、山本直澄は、 映画、男はつらいよシリーズでテーマ曲をはじめとして映画音楽を一貫して担当してきたことでも知られるが、第47作、男はつらいよ背景者トラジロー様以降の3作品は、淳之助が共同で音楽を担当した。ありがとうございます。